おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。月火水はマイクロビットの説明動画を公開しています。今週はですね、今流行りのチャット g p t <laughs> なんか流行りをかけたりなんですが、まあ、やっぱり流行ってるものは知っとかないとと思ってチャット g p t っていう、まあ、短いメッセージで長い文章を <laughs> 返してくれるチャットボット。チャットボットっていうと怒られちゃうのかもしれませんが、 チャットで,でこれで、まあ、マイクロビットでど,どんなテーマをしゃべればいいんですかってちょっとネタに困ってて <laughs> 聞いたみたいな感じなんですがとまあいくつかやっていてまあ授業とかでも使って結構なかなか使えるなみたいな形で,で過去に問い合わせたやつがここにずっと並んでるんですよねまあこれが一番最初のマイクロビットを題材に YouTube 動画を毎朝配信してますよっていうのを書いて 新しいテーマに困ってます。どんなテーマがいいですかっていうので、まあ、これを受けて今週3回、ちょっと <laughs> 過去動画を振り返っていると、なんか新しく作れよっていう感じかもしれませんが、ちょっと今週はいろいろ <laughs>、まあ、卒業研究のドタバタした時期だっていうのをちょっと言い訳にさせてもらってこうやってます。で、えー、まあ、1回目は、何てったかな、と、 と簡単なゲームとかを紹介したんですかね。で、昨日はまあと入門編とか、そういうのを紹介しました。 1>, 1週目は音楽ですね。音楽使えますよっていうので、音楽制作、これですよね。1回目が音楽の話をして、2回目が、まあ、基本的な使い方、簡単な使い方を紹介しましょうとか、まあ、実験のマイクロビットを使った実験の方法とかを説明しました。で今日は この一番最後の画像処理はちょっと嘘じゃないかなと思うんですけど、まあ、あの、インキービットで絵を描いたことはあるんですけどね。はい、今日はこのちょっと通信っていうのをピックアップして、過去動画を見てみようと思います。で、えー、実はですね、なんか結構トリッキーなこともやっていて、Bluetooth で無線チャットができますよっていうところからですね、Bluetooth の強度を割とこまめに測ったことがあるんですよね。2002、うん 21年の6月下旬ぐらいなんですけどで結構結果的にはあの Bluetooth のー通信強度で距離は測れなかったんですけど 結構しつこくやってます。最初はあこの12っていうこのオレンジですけど、まあ、距,距離とマイクロビットの Bluetooth の強度を測るっていうブロックがあるのでそれで距離が測れるかなみたいなところからやってでそれをちょっと実験室の長い廊下でザーッとやったことがあるので、えー、よかったら見て, <laughs> 見てください。でこう こんな感じで、まあ、ど、どれを見ればいいのかな一番最後ぐらいを見たら、なんか実験結果とか載ってるんですかね。と、これがまあ、その回の一番最後になって、この頃はまだ、あのバ、バーチャル背景とかではなくて、出ました。まあ、一応いろいろ概要には書いてるので、20メーターの距離で通信ができるとか、あで、これがプログラムですね。で、実験結果の PDF のファイル、こ,こんなのも公開してるんですね。と、 こんな形で直線関係ではないんですけど、まあ、なんか25メーター超えたところぐらいから極端に落ちて、まあ、この辺り見通しの効くところ、廊下なので反響とかあるのかなとか、その辺ちょっとわからないんですけど、これ実験、生の実験結果ですね。すね近ければ強いですけど、まあ、ある程度まで落ちていって、50前後ぐらいで推移して、この、まあ、15メーター超えるとちょ、ちょっと落ちてる感じがあります。で、それから、 25m ーー超えるともうほぼほぼきつくて 30m ーーつながってるけどあつながってないのかもうゼロだから 30m ーーだったらつながりませんでしたっていうので、まあ、2728まあ見通し聞くところで 15m ーーぐらいであればちゃんとつながってるのかなみたいな結果を出しています、まあ、こんな実験も <laughs> マイクロビットで Bluetooth で無線で簡単に電波が飛ぶっていうのを が楽ししくてやったたこともありましたで、今回、あの私の顔はいりませんね。今回、こういう、ちょっとこのチャット GPI でいろいろちょっと過去を振り返ってみて思うのは、この無線通信を使ってデータを取るっていうのは、昨日ちょっと紹介した中にあるんですけども、マイクロビットをコンピュロボットかなんかに載せて、で加速度センサーで取ったデータを Bluetooth で飛ばして、 で、コンピューターとつながっているマイクロビットで受信して、で、その波形をコンピューター画面に移すっていうのを、これもまあ、マイクロビットを手に入れた頃に喜んで作って、動画も上がってると思うんですがと、それをですね、改めて来週ぐらいちょっとやり直してみてもいいのかなと思ってます。な,なぜかというと、マイクロビットバージョン2、ちょっと画面切り替えましょうか。と ま,まあ、私の顔の画面になるだけなんです。マイクロビットバージョン2のロガー、それに切り替えましょうか。ロガーの画面と。マイクロビットバージョン2のロガーの画面。あな、なんかまたトップページ変わってますね。なんかトップページ変わってます。ニュースキルズ。あこれもちょっと見てみたいですね。ニュースキルズ。<laughs> な、なんなんでしょう。うーんと。 Our New Year Tips for Getting Start with Microbit.Microbit を始める新しいスキルま。またちょっとこれはゆっくり見てみたいと思いますが。と、RETS Code。今もなんか赤いボタンついてましてね。これのロガ。ロガ。 ちょっと日にちを入れておきます。01の今日は震災、阪神・淡路から28年なんですよね。と、このブロックの中の拡張機能にあると出てくるこれですよね、データロガー。これがあるので、と、もう少しこう発展したデータロガーを 作れるんじゃなないかなと思ってますもちろんあのデータロガー単体でコンピューターの上に載せてデータをロこれで、えー、バージョン2のマイクロビットでロ,ロガーしてデータに取ってでそれをオフラインで取るっていうのもすればいいので,でこれできちっとデータが取れるとでそれを Bluetooth で飛ばして、まあ、モニタリングすることもできるみたいな形で 以前は計測して Bluetooth で飛ばしてでその飛ばして受けたデータをロギングしましょうみたいなので、えー、CSV ファイルで保存してってやってたんですがこれで搭載してるコンピューターで計測したやつをあのマイクロビットの時間と一緒に保存しておけばかなりいいなんてう精度っていうか測った時間がはっきりしたデータを 残しておいて、でおい無線でリアルタイムで、まあ、ほ本当のこと言うと完全なリアルタイムじゃなくていくらか遅延,遅延したデータを見てるんですがその Bluetooth のーうまく通信できなかったりデータが落ちたりとかいうそれがなくデータをちゃんと保存しながら、まあ、つなが無線でつながってる間はデータを俯瞰できるっていうような。 システムを改めてちょっと作ってもいいのかなと思っています。ここのところずっとなんかいろんな紹介紹介で <laughs> つないできてですね、なかなか作っていなかったので、そろそろ作るテーマもいいかなというのが思いつきました。あとまあそれで作る気になってたんですが、<laughs> 今見たらマイクロビットのトップページ、これが新しくなっているので、これもちょっとフォローしておきたいなと思っているので、え来週からちょっとそのあたりですね、えー まあこのトップページが変わったというのをどのタイミングで折り込むかっていうのはあるんですが見ていきたいなと思っています。まあ,あの私の解説待たず皆さんこれ自動翻訳するだけでだいぶ読めると思うので本当に自動翻訳の精度がすごく上がってますよね。まあまあそんなに気にせず読んでいただければと。 ただまああれですよね子供たちにはちょっと酷ですよねこれひらがなで全部読めるようになるような翻訳機能があればいいんですが漢字になってしまうので残念ながら日本の子供たちっていうのは漢字を理解するまではなかなかこういう高度な情報にアクセスできないっていうのがちょっと日本の子供たちにはちょっときついのかなと外国の子供たちであればえ英語ですよねこのままあ,あ 読めれば別に振り仮名とかひらがなにするっていう必要がなく理解できるので、うん、だからやっぱり子どもたちには、まあ、あの <laughs> 情,情報ですねひらがなでの情報なり小学校での英語教育になるのか漢字教育になるのかはしっかり頑張っていかないとなと思います。はい、最後何の話になったか分かりませんが今日はあ過去のお 無線通信の動画ですね。強度をちょっとしつこく測ってみたっていう動画を紹介させていただいて、来年、ちょ来年じゃない、次回、来週あたりに、プログラムをですね、えー、ロボットにマイクロビットバージョン2を載せて、 で、遠隔地で、えー、その無線通信でデータを取って俯瞰しながらみたいなシステムを改めて作り直しておきたいなと思いますので、えー、ご期待いただければと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、月火水はマイクロビット、木金土は WebVR の説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日、毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。 thank you